じゃこのたった一つから人間以外の歴史も何だろう、考えられるといいのかな、分かんないけど。今日の演劇、雨に弱い人間って、雨風に弱い、めっちゃ笑える、あまりにも当然のことです僕は基本的にあんまり人間のことを考えてない興味がないあんまりない誰もいないところってあんま知らない、しかも雨。僕は生き物見てずっと歩いてるんで、今も回ってても自分でもおって思うやつがあったり、はい、するので。あ、冷たい。